ママトでですす、えー、ロンマ人の物語、えー、3ですね勝者のコンメ第3章、ポンペウスの時代、えー、14-1ですね。はい、もう、えー、自らスラッカーのー一番弟子でしたけど、えー、このポンペウスがこのスラッカー体制を壊しましたですね。えー、ルクスがその、えー ミトリダテス王のそのに行っていましたけど、えー、それの彼に本人が行くことになりましたですね。えー、前回までちょっと見て,きていきたいと思います。もうポンペウスが出てきますね。はい、<laughs> えこのお中,期中近東戦線のお最高責任者であるルクスを解任し、代わ <laughs> りにポンペウスをすでに選出する。選、え、出、ー、された場合、えー ポンペウスには現に彼が持つ絶対指揮権を必要とする時期まで延長し中近東一帯の紛争の源であるポントスをミトリタテスの制圧を一任する <laughs> これにもまたもう言論委員の多くが反対した反対の竜の方も海賊退治の際と同じだった賛成に回ったのは今度もまた と返されてある。そして市民集会は35ある選挙区のすべてが賛成票を投じるという形でガビ・アヌスの案を可決した昭和 <laughs> ジアでルックスが断行した金融改革に不満だった騎士階級経済人が今度は完全に市民側に就いたからである言論員はもはや孤立しそして無力だった はい、これが前回の13の2でしたけど、はい、では早速、もうポンペースが表に出てきますね。14の1になります。では、行きます。え <laughs>、キリキアで地中海を捨て、え、黒海に向かって小アジアを北上する途中の内陸部はカッパドキアだが、そのカッパドキアの西隣にガラティアと呼ばれる地方がある。 そこでルックスとポンペイウスは打ち合った新旧総司令官の間で式揮杖のまあ指揮の異常を行う必要があった実際年上のルックスはポンペイウスにとってはスラッカー門下の先輩になる 2、えー、人の間は外交事例の交換という形にしても、えー、実に友好的な雰囲気のうちに始まった、えー、ルクスがーポンペウスの海賊退治の鮮やかさを褒めれば、えー、ポンペウスの方はーローマのー後人として最初に、えー、カスピ海にまで達したルクスの功績を称える <laughs>、えー、だが2人と ともすぐに自己抑制が効かなくなった、えー、ポンペウスがルックスの隣職と貪欲を批判すれば、えー、ルクスの方でもポンペウスを倒した獲物を横から来てさらっていく鳥に例えるしかし、えー、いかに非難を投げ合っても、えー、公的な力を背にしているのはポンペウスだ 勝負は初めからはっきりしていた。勘認されて帰国の途につくルクスに、ポンペウスは帰国後の凱旋式に必要であろうと言って、自分が引き継ぐルクス家の軍団兵の中から1600の兵を連れて帰ることを許可した。 しかし、えー、港に待つ船に乗船したルックスが目にしたのは、えー、これ以上戦うことが無理な老兵かそうでなければ重傷の身の兵士かまたは海賊よりも悪質な不従順で知られた、えー、兵士の1600人だったのだ、えー、若くして成功し失敗も挫折も知らないポンペウスは えー、このような場合でも平然と冷酷であることができる男だった。はい、えーえー、このあ、すごいですね、えー、この短いですけど、今回、えー、このポンペスとルックスの交代、えー、式ですね、えー、もう力が歴然としていますね。 えー、スラッカ文下生の先輩であるルクスですね、えー、先にミトダテス王のお性伐ですね第一次第二次と来ましたけど、えー、このおルクスカスピッ前まで行ったけど、えー、なかなかあそのお部下に人望がないということで、えー、戦わずに、えー、もう敗北してますねそれを見かねて、えー、このローマはこのポンプエスをお ルクスを介入して、えー、ポンペースをおー送ることにしていますね。えー、その、えー、指揮権の、おまあ、指揮、総司令官の交代指揮で最初はあ、まあ、お出かけでしたけど、あと避難の応酬になりましたけど、えーまあ、公式な力を持つポンペースにはおいべなかったですね。また、えー、ポンペースはすごいですね。えー、ルクスが書い、まあ、て、えーえー、この頑張ったから。あ 凱旋式でも挙げたらということで1600人を兵を戻しますけどほとんどそれがとんでもない兵,兵ですね老齢化またこのルクスに従わなかったその者たちですね1600人、えー、最後にちょっと見てみますけど、えー、ちょっともう唖然としますねこう できますえー、解任されて、えー、帰国の途につくルクスに、えー、ポンプエスは帰国後の凱旋式に必要であろうと言って、えー、自分が引き継ぐルクスの軍団の兵の中から、えー、1600の兵を連れて帰ることを許可したしかし、えー、港に待つ船に乗船したルクスが目にしたのはこれ以上戦うことが無理な老兵かそうでなければ重傷の身の兵士かまたは海賊よりも悪質な不自由兵士か 不服従で知られた兵士の1600人であったのだ若くして成功し挫折も失敗も挫折も知らないポンペオスはこのような場合でも平然と帝国であることができる男だったということで <laughs> <laughs> 一目めこの,ルク,スのとル,クルクスとポンペオスの代表的な姿でしたけど短くなりましたけど今日はこの ポンプスか、ルックスに変わって、四季圏を握ったということですね。はい、えー、このマサートの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンをよろしくお寄せします。次回のーローマジの物語、ス、えー、ポンプス、勝者のコンメ、ポンプスの時代をおいたしましょう。短くなりましたけど、またマサートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンをよろしくお願い,いたします。次回のーローマジの物語、スでお会いいたしましょう。マサートでした、シュエガネス、パシャンブレジュ、シャロム、シャロム、シャロム、